今日は小室くんがいないので久々の自撮りですね。自撮りって言っても、はい、自撮り棒じゃなくてこのパターンです。はい、スカートの部分も、はい、一応作り始めました。ここですね。はい、はい、結構斬新なデザインになってきてますね。徐々に出来上がってきてます。ハンドルの方、はい、コンポジットさんとのコラボのハンドルの方、かなりいい感じになってきてます。これが、コラボの今度はガンベタですね。ダークのガンベタで、はい、スカートの部分も、作りました。はい、つきましてホワイトシルバーですね。これちょっとこれはここの色にエンドキャップ、エンドの、はい、チタンにちょっと色合わせて、ロットは、シャキバチです。 6.9 フィート、今テスト中のシャキバチ、かなり硬い竿ですね。はい、円筒で釣るための円筒表層ビシッとかけるためのシャキシャキしてる竿のシャキバチで、はい、こんな感じで胴がかなり硬いんですね。トン数上げてるので、胴に乗せてルアーを飛ばすっていう感じですね。はい、かなりこのホワイトシルバーのハンドルは、はい、派手です。ド派手です。ピカピカ光って眩しくて見れない。これは、38番ですかね。カラーはハーフぼかしですね。もうボトムキラー 0.4 です。もう裾の差はほとんどですね、 0.5 以上は、はい、よっぽどあの向こうでライズが起きてない限りは 0.5 以上あんまり使わないですね。はい、ちょっと大きいんでネットのところも行きましょうか。こうやって移動してるとバレちゃうんですよね。はい、もうちょっと多分もう暗くなっちゃうんで撮影できなくなるんで、今のうちどんどん撮っちゃおうかなと思ってますけど、はい、あっ高いんだから、やっぱり釣れるんだし、ラッスンローレライ、あれしげさん、ラッスンって知ってる？あ、ダンソンなんとかって知ってる？ダンソンなんとかって知ってる？知らないな、仕事ばっかりでテレビ見てないからな。お笑いは見てないな。テレビ見てるんだったら、フィール作ってますよね。一生懸命袋詰めしますね。一生懸命袋詰めですね。はい、ダンソン、あれ面白いな、ダンソン。8.6 秒バズーカでしたっけね。よし、これもでかいっすよ。どか、これが裾のパワーだ。いいっすね。
なんかちょっと暗くなってきて、やっぱりあのかなり活性が、はい、もうイレのグイですね、バクの蝶になってきました。イレのグイ、バクの蝶。ゴーボージュニアですね、今使ってるのは。ゴーゴー、オッケー。よっしゃー、いいぜ、いいぜ、いいぜ。うわ、これでけ。これ来ちゃったな。これはでかいよ。これはスソパだよ、スソパ。これはいいよ。シゲさんも釣ってますね。赤身って俺に言われても持って帰んないからね。ドラグが止まりません。今度のニューイグのドラグいいっすよ。ニューイグジストのドラグ最高っすよ今度。うわー、マジか。1分以上経って走りますからね。ニューイグのねスプールは今度ねアルミニウムになってね、すごいっすよ。うわー、マジかよ。寄らね。こうやってますけどね、まだ寄らないっすね。結構ドラグきつめなんですけど、すげえなこいつ。久々の長時間格闘。こんだけ格闘したら取らないとやばいっすねこれ。しげさんこれでかいよ、50オーバーだよ、楽勝で。やばい。うー、腕が痛い。あったまるんだこれ。くー、腕が。カメラ持ってるからね、限界なんですよね。超でけえこいつ。うわあ、おめえ。さあ行けるか。ズドン、あ、いいね。すげえな、同じぐらいですかね。だってシゲさん持ってかないでしょ。持ってかないで、ロックさんに取りに来てって。ダンソンですね、はい、ダンさんじゃないですね、ダンソン。いや、イレグになってきた、イレグになってきた。バクの蝶、イレのグになってきたぞ。完全バクの蝶系になってきましたね。イレのグイっすね。いい感じっす、いい感じっす。これは、リミテッドですね、はい、リミテッドには。うわ、来た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 。めっちゃ走るぜ。イレのグイスよ、はい、バクの蝶です。バクロ蝶じゃないですよ、バクの蝶ですね、はい、バクの蝶です。これね、カメラ持ってるから辛いんだよね。やっぱ裾野さんはきついっすわこの撮影。魚の大きさが違うからね。来た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 。
急に終わった、急に終わった。よっしゃ、ドーン。はい、ホワイトグローですね。はい、時間は5時20分。もうダメっすね、これ映ってないっすよね。はい、あっちで富士山見えるんですよ。本当にね、裾野さんは本当に裾野です。もうちょっとこの位置は、きついですね。ちょっとあの偏光サングラスしてきちゃって、もう見えないですね。はい、上池でナイターやりますかね。あとまあでも持ち時間6時までなんで40分しかないので終わりかなという感じもしますが、はい、今日このハンドルのこのテストさえ、はい、できればよかった感じなので。今日火曜日だからあれなんですよね、夜遊び隊なんですよね。もう皆さん結構集まってる感じで、今静岡ですからね。どうかー。